バズゲン・アズロヤンは、ソビエト連邦ウクライナ出身の男性、ロシア、アルメニアのアイスダンス選手。パートナーは、アナスタシア・クレベンキナ、ティファニー・ハイデンなど。2005年、NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会にて、アルメニア唯一の ISU グランプリシリーズメダルを獲得した。ISU グランプリシリーズ出場8回。 2006年トリノオリンピックアルメニア代表。ソビエート連邦ウクライナのオデッサに生まれる。4歳の時にスケートを始め、12歳でアイスダンスに転校する。1996年にアナスタシア・グレベンキナとカップルを結成し、ロシア所属のカップルとして活動を始める。1996年、1997年のゴールデンスピンで続けて、 表彰台に立つなどするが、1998年にグレベン・キナとのカップルを解散する。新たにアメリカのティファニー・ハイデントカップルを結成し、アルメニア所属カップルとして国際競技会に出場するが、アルメニア代表で出場した世界フィギュアスケート選手権やヨーロッパフィギュアスケート選手権で顕著な成績は上げられずにシーズンで解散に至る。2002年、 クレベンキナとのカップルを再結成し、アルメニアの所属として活動を再開。2003年世界フィギュアスケート選手権で24位となる。翌2003から2004年シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦を果たし、2005年 NHK 杯国際フィギュアスケート競技大会では、アルメニア選手として初めて ISU グランプリシリーズのメダルを獲得する。 また2005年世界フィギュアスケート選手権では自身最高位となる17位に入り、翌2006年のトリノオリンピック出場を果たす。トリーノ大会ではアルメニア選手団の騎士を務めた。その後2008年まで ISU グランプリシリーズを含む国際競技会に出場した。ありがとうございます。